三木夏祭り花火大会は、兵庫県三木市で開催される花火大会である。2009年から3年間の休止を経て2012年より、三木夏祭りと解消され、祭りのメインイベントとして、花火が打ち上げられる。三木夏祭りの上り毎年、8月1日に、企業や商工業が主催となって、三木市大村の美濃川の末広橋下流河川敷で開催され、 約1500発の単打ち早打ち仕掛け花火の花火が約1時間かけて夜空を飾り、また100件余りの夜店も並ぶ。2007年には約4万5000人の人手で賑わったが2009年からは三木市の財政危機宣言により市から補助金を休止することとなったため実行委員会において夏の市民触れ合い祭りともに当分の間 花火大会を休止する決定が出された。2011年2月22日の第1回花火大会実行委員会で同年7月30日に再開をする予定を決定したが3月11日に発生した東北地方太平洋地震のために延期された。しかしその後2012年からしじみ町三津田にある 兵庫県立三木総合防災公園に場所を移し開催されるミッキー夏祭りに内包される形で花火大会が復活した。共産金や募金の市民と企業から徴収して初回の2012年は2000発、2013年は3000発の花火が打ち上げられた。2009年以降の花火大会は2008年9月に発令された財政危機宣言による 補助金の削減、共産企業でリーマンショックによる業績不振の影響による共産金の削減を出し、そのことから運営資金が集まらずに休止になった。休止時には広告、広報、三木、三木市のホームページで報告された。2010年も同様の措置が取られた。開催地。 タイムスケジュールディズニーパレードの様子2014年7月26日、撮影開催地美濃川河川敷の会場は打ち上げ、場所周辺施設の増加や兵庫県道23号、三木市総線、高木バイパスの工事により、会場を移された。タイムスケジュール2012年から、開催地である、兵庫県立三希望祭公園中央芝生広場。メインである花火大会の前には、 ステージイベントがある。宇天時などの対応会場出展、ステージイベントミッキー夏祭り駐車場を案内する、看板 ABCD、ミッキー夏祭りに決定しました。ミキシ、2012年7月30日閲覧。ABC、ミッキー夏祭り実行委員会からのお知らせ。ミキシ、2013年8月23日時点の、オリジナルよりアーカイブ。 2012年7月30日閲覧。ABC ミッキー夏祭り花火大会を当分の間休止させていただきます。アーカイブド2009年7月19日、アットザ・ウェイバックマシン ABC ミッキー夏祭りを開催。ミキシ。2012年7月30日閲覧。AB ミッキー夏祭り28日花火大会、兵庫。 毎日新聞2012.7192012年7月30日閲覧 ABC 花火大会4年ぶり復活ミッキー夏祭り神戸新聞2012.7292012年7月30日閲覧 ABC ミキ花火大会の再開を1年間に延期しますミキ市2012年7月30日閲覧 ABC 三木の花火大会2012年7月に復活へ。神戸新聞2011.11252011年11月28日時点のオリジナルよりアーカイブ。2012年7月30日閲覧。広報三木2012年7月号。P3 いらっしゃいませ市長の触れ合いページへ。三木市。2013年7月6日閲覧。 ABCD 広報三木2013年7月 P2P3 三木市2013年7月6日閲覧花火大会を休止します三木市2013年8月18日閲覧広報三木平成24年2月号三木市2013年8月18日閲覧 AB 三木三々祭り花火復活で7月下旬開催 神戸新聞2012.4202012年4月27日時点のオリジナルよりアーカイブ2012年7月30日閲覧 ABC 広報ミキ2008年7月号 P11 ミキシ2013年3月21日閲覧第2回ミッキー夏祭りステージイベント出演者を募集ミキシ 2013年3月21日閲覧。AB2013 年7月27日にミッキー夏祭りを開催夏の夜空を彩る3000発。ミキシ2013年7月26日閲覧。広報ミキ2014年4月号 PQ。ミキシ2014年4月2日閲覧。AB ミキにミッキーマウス。 ミッキー夏祭りに参加。神戸新聞2014から7、26、2014年7月27日閲覧。広報ミキ2014年7月号、P6P7、ミキシ、2014年7月1日閲覧。ウィキメディアコモンズには、ミッキー夏祭り花火大会に関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。